XB-70、XB-70 バルキリー、ノースアメリカン XB-70 バルキリーは、アメリカ空軍の試作戦略爆撃機。2機のみ試作されたが、空軍に採用されなかったため、NASA へと譲渡された。愛称のバルキリー、バルキリーは、北欧神話の戦を止め、ワルキューレの英語読み。アメリカ空軍のバルキリー計画に基づき、 ノースアメリカン社が開発した戦略爆撃機である。最高速度マッハ3でアラスカモスクワ間を無着陸で往復可能な超音速戦略核爆撃機として計画れたものの大陸間弾道ミサイルの発達などで存在意義を失ったことなどから正式採用には至らず、また試作機のうち1機は空中衝突事故で失われた。現在は残された一機が オハイオ州ライト、パターソン空軍基地の国立アメリカ空軍博物館に展示されている。識別点は、機種化が白い機体が現存する1号機、シリアルナンバー、62から0001、黒い機体が事故で失われた2号機、シリアルナンバー、62から0207である。近未来的なデザインに悲劇的な結末も、相まってか。 飛行当時は元より引退後も、なお非常に人気の高い機体である。1954年、戦略航空軍団司令官に就任したカーチスルメイによって、超高速、高高度、超高速距離の条件を備えた、新型爆撃機の開発が提唱された。アメリカ空軍にはすでに大型ジェット爆撃機 B-52 が配備されていたが、これに代わる。 新型機開発計画として WS-110AWS イコールウェポンシステムが1955年11月に開始された。後に機体の愛称からバルキリー計画と呼ばれた。ルメイの要求は超音速爆撃機 B-58 以上の、すなわちマッハ2以上の航続でアラスカモスクワ間を無着陸で往復できる爆撃機という 当時知られていた技術では無謀とも言えるものだった。これに応えて、ノースアメリカンとボーイングがそれぞれプランを提出した。双方のアントも、大量の燃料消費と高速化のための、機体重量軽減を考慮し、小ぶりの両翼の左右に張り出すような形でグラダーの、ような外見の有力式燃料タンクを装備して、アオ速で巡航、敵地に近づいたところでこの特大の燃料タンクを、 切り離し、超音速に加速するというものだった。ルメイはこれらのプランを一別するなり、これでは飛行機、単数ではない、3機変態だ。と激怒、両者にプランを突っ返したという。プランの練り直しを迫られた、ノースアメリカンの設計人は、中、現ナサで非公開とされていた一つの研究論文に着目した。これは、デルタ翼機体の下側に、 くさび状の部位を設けることにより、その左右で圧縮された衝撃波が翼の裏側に揚力をもたらすというものであり、空気を切り裂く音の壁を越え続ける効力そのままではあるが、揚力発生に必要な効力は抑えられるため、超音速時のクルージングレンジを飛躍的に伸ばすことを可能とするというものである。コンプレッションリフト、圧縮揚力と呼ばれるこの新理論を利用することで、 口実するような斬新で流麗なデザインの機体が出来上がった。XB-70 の外見上最大の特徴はデルタ翼の両端が高速飛行中は折れ下がることである。これはしばしば衝撃波を抱え込むための工夫であるとも言われるが、それよりも超音速飛行時には能力不足となる垂直尾翼の能力を補うため、及び 空力中心の後方移動を保証するためであると、される。これは、コンプレッションリフトの恩恵に預かれるのは主に、主翼であるためである。カナード、前翼も、非常に印象的だが、後の戦闘機に多く見られるカナードが交流を制御して、失速を防ぐものであるのに対し、機体のバランスを取りやすくするためのアイデアだった。交流制御のためのカナードの場合は、 主翼と一部重なる位置にあるが、本機の場合は、主翼とは離れた位置にある。実際には、バランス調整は燃料タンク内で燃料を細かく移動させることによってもされている。機種のうち風防全部の上面は、低速時には凹んだようになっているが、高速飛行時には、ここが持ち上がりフラットな機種となる。これは、コンコルドの機種が折り下がるのと同じように、 地上及び低速域での前方視界を確保するためのものである。外皮はアルミニウム系合金ではマッハ3飛行下で発生する大気の断熱圧縮による摂氏300度超の高熱に耐えられないためステンレス系合金によるハニカム構造となっている。このハニカム構造に断熱の役割も持たせているが熱そのものや熱による外皮の伸縮のために塗装が ハげ落ちるトラブルに悩まされた。飛行中の挙動には、著しい制約が加えられており、XB-70 は、戦闘機は、愚か旅客機並みの軌道すらできない。これは、XB-70 同様のマッハ39機である、SR-71 偵察機。こちらの外装は、チタン合金であるも同様であり、ある意味非常に脆弱な機体だった。 そのため XB-70 は、あらかじめプログラムされたコース以外を飛行することが、極めて困難だった。これは、弾道ミサイルに対する利点がないことを意味し、後の開発中止の決定の一因となる。XB-70 は、実験機のため武装はできない。試作機 UB、UB-70 には、核爆弾などを搭載可能な爆弾庫が設けられ、 爆撃手と防御システム操作手とが登場する予定だったが、UB-70 は口実する理由により実現しなかった。胴体下面にコンプレッションリフトのようとなる欠場の部位があり、その先端部に空気取り入れ口、後部にゼネラルエレクトリック製のアフターバーナー付き、ゼネラルエレクトリック UH93 ターボジェットエンジンが6機搭載されている。 しかし空気取り入れ口の構造は抑端折り曲げとともに数値が低いほどステルス性が高いとされるレーダー断面積 RCS を著しく増大させるめ高高旅から進行しても容易に発見される危険性が指摘されていた燃料は JP-6 と呼ばれる高高度低温下での飛行に対応した特性のものが使用されたさらに素系添加物によって アフターバーナーの水力を高めることも検討されたが、これは、毒性が生産の約10倍と、あまりに凄まじいために中止となった。XB-70 は、実験機だったこともあり、操縦席は、機長、副操縦士の二人乗りだった。操縦席は、予圧され乗員は特別な装備なしで登場することも、できたが、テストパイロットは、基本的に、 弱圧服を着用してのしている。それぞれの座席が非常時には脱出カプセル、モジュール式脱出装置として使用されるようになっており、非常時には上下からカバーが回り込んで乗員を収容する。このカプセルは、余圧が失われた時の乗員の保護も想定されており、カプセル内からでも最低限の操縦が可能である。脱出時にはカプセルごと出され、パラシュートとエアバッグで着地する仕組みになっていた。 バルキリーの愛称は公募で決められたことになっている。しかし、実際のところ応募総数2万235通の、うち、バルキリーの名を書いたものは、わずか13通しかなかった。戦略空軍コマンドのエンブレムには、北欧神話のライジントールの手が描かれており、これに合わせてすでに名前が決められていたのではないかとも、言われている。 バルキリー計画はあまりに多額の費用を必要としたことから1959年にはアイゼンハワー大統領が計画を試作のみで止める発言を行っている。また1957年8月にソビエト連邦が世界初の大陸間弾道ミサイル R-7 の打ち上げに成功したことで弾道ミサイルに予算を割くべきであるという意見が浮上してきたスプートニクショック ミサイルギャップ論争も参照。しかし、冷戦の真っ只中にあってはルメイをはじめとした爆撃機推進派の方が優勢だった。ところが1961年にジョン・カイ・ケネディ大統領が就任し、ロバート・マクナマラを国防長官に任命したことで状況は一変する。マクナマラは PPBS、公用計算予算運用法という手法によって比較た結果、 費用、効果、速度の面で、XB-70 は、弾道ミサイルに及ばないと結論づけていた。高高旅を飛行することで、対空防御をかわすという意見も、レーダー弾面積の高さに加え、同年に高高と、偵察機 -2 が、地対空ミサイルで撃墜される事件が起こったことで、説得力を失ってしまう。結局、とマクナマラは、バルキリー計画を、試作機機のみ、 XB-72、UB-71 で打ち切ることを決定した。また炊飯後駅として計画された回 -108、レイピアは、実機が製作されないまま、キャンセルとなった。XB-70 は、回 -108 と共通のエンジンを採用する予定であったため、エンジン開発の負担増、引いては様々な新機軸の採用も、相まって、 開発の遅延につながってしまう。やがて1962年のキューバ危機、1963年11月22日のケネリ大統領暗殺事件を経て、1964年5月1日、XB-70 の1号機が完成。同年9月21日には初飛行に成功した。1号機は外飛や塗装のトラブルなどに悩まされたが、 1965年5月29日に完成。7月17日発飛行した2号機はそれらの問題をクリアしており、成績は非常に優秀だった。しかし最終的に UB-70 はキャンセルとなった。1号機は1965年10月14日、2号機は1966年1月3日にマッハ3での飛行に成功した。 最高速度記録は、同年4月12日に2号機が出した、マッハ3.08である。ただし実際には、SR-71 の原型となった、ロッキードの A-11 の方が、XB-70 の、ロールアウトする数ヶ月前に先に、マッハ3で飛行している、とジョンソン大統領に発表されて、XB-70、側としては水を刺された格好となった。 ただし、XB-70 がマッハ3以上で飛行した、時間は2機合わせてもわずか1時間48分しかない。また本機は、偵察爆撃機、RS-70、RS は、リコネッサンスストライク、偵察爆撃を意味するとして、活路を見出し、採用を目論んだが、a 1 0により発展した SR-71 との競争に敗れ、こちらも、不採用となっている。 一方ソビエト連邦では、これより若干早い時期に超音速爆撃機として M-50 を開発していた。まとみぐ -25 は XB-70。70開発の情報を受けたソ連によって、これを迎撃可能な戦闘機として開発されたと言われることがあるが、現在では A-12 の迎撃を目的に開発されたと考えられている。しかし結局は、 XB-70 の後を受けて B-70 という量産機が開発されることも、これを迎撃するために MIG-25 が発進することもなかった。1966年6月8日、エドワーズ空軍基地近辺でゼネラルエレクトリック製エンジンを積んだ軍用機を集めて同社の宣伝用フィルムを撮影するための変態飛行が行われた。 XB-70 の2号機を先頭に、回 -104N ほか、計5機が V 字変態を組むというものだった。だが、撮影終了後主翼に上常接近した回 -104 が逆さまとなり、XB-70 に上から接触、両垂直尾翼と左の主翼を破損させた。回 -104 は爆発して、パイロットのジョセフ・ウォーカーは即死。 2枚の垂直尾翼を失った、XB-70 はコントロール不能となり、フラットスピンに陥った。機長のは脱出カプセルに腕を挟まれ、ようやく腕を引き込んで出されたが、着地時にエアバッグが作動しないという最悪の状況に、見舞われながら、過労じて生還した。しかし脱出に失敗した、副操縦、士カールクロスは、機体もろともモハーベ砂漠に墜落し死亡した。 事故調査委員会は、回 -104 が異常接近した理由を変態飛行に慣れていない。ウォーカーのミスとしているが、事故の一部始終が撮影されていながらも、その結論は出ていない。飛行に参加していたパイロットは皆ベテランだったが、異なる飛行特性を持つ機体が変態飛行した場合、同じ種類の機体の変態飛行に比べ危険性が高まる。他の機体よりも軽量な、 マイ回 -104 は XB-70 マイナスの翼端ないし前縁から発生した渦に巻き込まれたのではないかという見解がある。加えて、XB-70 マイナスの得意な形状が、変態飛行時に必要とされる互いの位置関係の把握を困難にしたことも考えられる。事故当時 T-38 マイナスを飛ばしていた、XB-70 マイナス主任テストパイロットの、ジョーコットン中は、ウォーカーは、 XB-70 に対する時期の位置がわからなくなったので、単に近づいていって、最終的に回 -104 の TGB 翼と、XB-70 の翼端とが接触したのではないかと推測している。チャックイエーガーも同様の意見を公にしている。もともとテストパイロットとして、J スキと距離を取って飛行するのが普通であった、ウォーカー自身に、 大型機と密集編隊を組んで飛ぶ経験があまりなかったことも指摘されている。その後残された XB-70 の1号機は NASA に移管され、SST 超音速旅客機におけるソニックブームの研究に供された。ここでの研究の結果、マッハ2で飛行した場合、高々かか旅でも地上におけるソニックブームの影響は大きいものであることが判明し、 SST 開発が滞る一因となっている。またノースアメリカンは、アメリカ連邦航空局による SST 計画に、XB-70 を元に試案で応募したものの、ボーイングやロッキードに敗れている、ボーイング2707も参照。1号機の総飛行回数、時間は83回160時間16分、2号機は46回92時間22分であった。 試験終了後の1969年、1号機は、ライトパターソン空軍基地の空軍博物館に展示されることとなった。当初は、屋外で、大陸間弾道ミサイルなどと並べて展示してあったが、1988年より、新設された屋内展示場内に収められている。多数の SF 作品、アニメ作品、コンピュータゲームなどにも XB-70 あるいは、 これをモチーフとした機体が登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。